はい、皆さんこんにちは。葉っぱに楽しいと書いて、葉楽と読む葉楽代表の五十嵐です。今回はですね、ちょっと追加告知といいますか、これ伝えておきたいなということがありまして、こちらの動画を、撮っております。お盆明けのですね、8月の、18日日曜日にですね、渋谷、ヒカリエ4階の外のデッキのところにラジオのスペースあるの知ってますかね皆さん。渋谷のラジオなんですけども、そこでちょっと生放送に私出まして、名前の渋谷商店部お店に行こう中央ブロック編ということで、日曜日の15時から15時55分の間に出まして、そこでマテチャーのですね、アドバイザー講座、養成講座の宣伝をさせていただきました。こちらはまだアーカイブで聞けるらしいので、ちょっと貼っときますので、よかったら、聞いてみてください。でそこでお話ししたんですけども、マテチャー講座ですね、まだもう少し空きがありますので、8月いっぱいとはちょっと申し上げてたんですけども、もうちょっとだけちょっと猶予をもらいましたので、もしそのラジオを聞いて、あ、ちょっと興味あるなと思った方は、ぜひですね、まだ間に合う、そうですね、9月の9日、来週の月曜日、今日が木曜日だと思うので、来週の木曜日、9月9日ぐらいまでにいただければ、まだなんとか入れ、何人かは入れるかなというふうに思っております。そのラジオですけどね、私もちょっと急にマテチャー理事会の方からちょっと話してくださいって言われて、結構初めてのラジオだったのでドキドキだったんですけど、しかも公開生放送なんですよ、一番最初のラジオが。かなり結構ドキドキして、ね、いろいろ原稿を読んだりしてですね、準備してたんですけど、その時 のパーソナリティですね、その時は長子さんという方と、あと、日本経済大学の皆さん、学生さんが3人ぐらいいらっしゃって、楽しくやらせていただいて、最初は10分ぐらいのはずがですね、もう30分ぐらい結構喋ってたというところになりました。で、運が良かったというか悪かったというか、公開生放送なんですけど、外が暑かったので、見てる人ほとんどいないということでちょっと雨たのと、あとパーソナリティの長子さんがすごい合間合間ですね、緊張をほぐすようにいろいろ話を振ってくださりまして、思ったよりも楽しくできたなというふうに思っております。で、その中でですね、なぜか私の話で言ったんですけど、私たち葉楽の宣伝もさせていただいたので、非常に良かったなと。もし、興味ある方は、拙い喋りではあるんですが、私だけでが拙いんですけど、アーカイブの方からちょっと聞いてみて、で、もしよければですね、マテチャ養成講座の他にも、港区民祭りとかですね、あと、マテチャのアフタヌーンティーみたいなものもちょっと、ご紹介もしているので、ぜひぜひ聞いてみていただければと思います。はい、今回はこういったちょっと緊急の追加告知になりました。また次回の動画でお会いいたしましょう。